되게 멋있어. 엔 나왔다. 여차
材木布を扱います。年寄りで弓を持ってたって。そのお方の顔は見えたか。石川先生に似てたって聞いた。浜で亡くなったのかと思った。本人だったか。何かご入り用でしょうか。素材が足りないようですね。また来よう。どうかご無事に。先々で女が行方知れずになっている。旗をお持ちでしょうか。謀反者の槍川家が蒙古と戦っているという噂があります。奴らは心変わりしたという声も聞きますが、はてさて。志村殿は槍川に加勢を求めている。今は昔のことを忘れ力を合わせるべきだ。さようでございますね。過去は忘れられずとも、今我らが見るべきはこの先のことでしょう。その昔槍川の戦士は英雄であった。謀反者が全て死んだ今、恥をすすぐ機会を得たのだ。感謝の印としてこちらをお納めください。お達者で。役立つものばかりです。蒙古兵たちと鬼が手を結び、砦を手に入れた。いくつもの者が。
待たせてしまったな。助けていただいたご恩返しようがありません。礼はいらぬ。それよりもどこで捕まった？助けを求めて街道を歩いていたところ、月のない夜だったものですから、道沿いに敷いてあった野営にうっかり入ってしまったんです。野営があるならば壊さねばなるまいな。さあ行け。行け、達者でな。どうぞこちらをお受け取りください。
向こうから音がした。調べる。慎重に勝負。
山様のお話聞いたことあるか。あの盲目の奉仕か。いつも新しいお話。酒井様、こちらへ。お伝えしたいことが。どうした。あなたに語りを聞かさねば修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。温かいものを。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより昨夜まで、あまたの浪人小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。わしらはこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなりはつる。助笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、九郎となり。その小次郎に狙われておるのか。気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお討ちください。知らぬ間にそやつの挑戦を受けておったようだ。ならば手先が豊玉におることも、民を餌にしておることもご承知ですな。必ずや小次郎を手打ちにしよう。遅すぎるくらいであるがな。あやつは初めて会う類の男です。もはや人ですらないのやも。もう米墓所を荒らすとは恥知らずも甚だしい。
そう。我说大声大声どうした？なぜ僧が狙われた？狙いは何だ？しなかったようだ。ちぎれた花びら、泥、何か隠すために土を掘ったのか。何かを命がけで守ったようだ。見つけてやらねば。これは僧が握っていた花。お前の修練場は近くのはず。
たせてしまったな。この命すっかり諦めておりました。さあ早く逃げよう。どうかこれをお受け取りください。盗まれたものを返しに来た、はあ、またこれを拝められようとは。ここの僧が命を捨て守ったもの。そやつはそうではなく我らが受け入れた百姓です。ある朝気づいたらこの仏像と私の装束を持っていなくなりました。それは驚いた。盗人なのか。やつも等しく自らの行いの報いを受けたのでしょう。